聞いていてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。清水孝光と申します。ぜひぜひ一曲聞いていてください。という曲でした。トリプルエンドに新曲を歌わさせていただきました。ありがとうございます。
9時過ぎまでやっていこうかなと思うんですけれども、ぜひぜひ、僕の名前覚えてくれました、ぜひ本当にいいなと思うタイミングでいいので、こちらに QR コードありましてですね、インスタグラムの QR コードありますので、ぜひぜひフォローしてくれたらなと思います。はい、リクエストとかありますか、好きなアーティストさん、もしあった
ましたらぜひ、出していただきますのでぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。強く抱いて君を忘れない。
君を壊したい。ありがとうございます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 。今から歌います。ドライフラワー、ドライフラワーが一番好きなんですか？好きなの？一番好きなアーティストは？ユイ君だったの？ユイ君だったの？ドライフラワー一緒に高い？いや、シャッターの方がいい。シャッターの方がいい。シャッターの方がいいかな。シンデレラボーイ。シンデレラボーイは大変昔。君と見るはずだった花火が夜の隙間を埋めてく。感傷に浸っちまうからツイッターは閉じた。棚の上に置いたカメラが今距離を置きたいくらい。僕は今日全て失って一日中泣いていた。本当の気持ちはやっぱりわからないけど、君のアルバムにいる僕も全部消したんでしょう。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、心のアルバムに全部そっと溜め込んでた。だからさ、だからさ、お決まりのデートコースとお決まりの愛の言葉、見栄えのいいものばかりがインスタに残った。棚の上に置いたカメラじゃ映せないものが、君と僕の間にあってそれに気づけなかった。今でも気持ちはやっぱりわからないけど、君のアルバムにいる僕は全部いらないでしょう。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、壊したくなくて無難にきっとやり過ごしてた。だからさ、だからさ、映りのルイを置くただろう。シャッターを切る時間も君に触れている。
ので、皆さん、はじめましての方、改めましての方、清水高松と申します。この漢字を見て覚えられるでしょうか。清水翔太の清水に貴族の木に光る清水翔太、清水翔太に清水さんです。よろしくお願いします。壊したくなくて無難にきっとやり過ごしてた。だからさ、だからさ、移りの悪い僕だったの。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って不意に落ちて、心のアルバムに全部そっとため。俺も覚えてる。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。全ての時間を君だけに使えばよかった。ありがとうございます。今まで見苦しい姿だった。ちょっと引き気味で大丈夫ですか。ちょっとごめんなさい、あんま苦手な曲だと。ね、こんなにこんなたくさんの方を見ている、ね、こんなたくさんの方、こんなたくさんちょっとリクエストありますか。リクエストありますか。ちょっとあります。もしかしてリクエストあったりしますか。キンプリ、あ、来た。あれ来たよ。待てない空の子や。キンプリがいい。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。え、まさか。え、じゃあ会うとしたら埼玉。え、和光ってあれっすね。ロドライブできるんですか。あれ違う。あ、そうそう、一応和光行きます。いや、よかった。チェックしておいてください。はい、¡Gracias!
皆さん、やっぱりね、今あの大学生さんとか社会人の方とかいろんな方いると思うんですけど、ね、やっぱ学校で嫌なことがあったり、ね、職場で嫌なことがあったりいろんなことあると思うんですけど、今ね、ちょうどいい、はい、いい
心地いいね、夜風なんで、皆さん一緒にその嫌なことを全部この曲で吹き飛ばしましょう。レッツゴー、皆さん乗っていきましょう。盛り上げてくださいよ。不安や不満を飛ばすためとらけた灰は車は走ってくる理由はないね。ただあらがたって日々なのこれは俺の人生さ、なるようになるさ抱いて風に揺れ夜のコースト星を眺め今何をも誰かの影が付きまとう逃げた先にあるだけにでも飛ぼう baby 恥だらけのこの人生引けずに未だに引きがって死にたくて生きたくても頭がパンクして暇に怖いそうだと24走るコースト飛ばす130キロまでの浮かすタバコ閉じこけろ記憶は曖昧の金土曜へステップホード後悔と懺悔儚い満件決まってる運命と崇高のハンデまどうでもいいぜお先に失礼夜風にファレー皆さんで見て不安や不満を飛ばすため窓を開けたハイウェイ車は走ってく理由はあのないねただあなたっていいなこれは「なるようになるさ大抵」「失敗すらいつかレジェス」「月の光が差した日」「自分に焼けがさしたり」「変わらず待ってる旅立ち」「でも構わずなってく明日に」「昔と比べて確かに」「よろんで見えている街並み」「超えた無数の間違いの先にあるものを歌いたい」そうないようなうまく弾くばかりの人生なんて何の面白みもないような気がしてる残りのライフは短いって言い聞かしてるやけに綺麗なやけにガキが3、2、1 Let's go 不安や不満を飛ばすため窓を開けたハイウェイ車は走ってく理由はのないねただあらがったっていいなのこれは俺の人生さスペシャルゲストリリーベル抱いた怖いつらいきったらんじゃ刻一刻と流れるタイムタイムスパン頭痛いそれやらじっくり興味はない指の中リップ何度も塞いバッドウェイズのエイジパンパンのピー悪ノリノリノリブレブレイクマッチ上昇気分上昇のペース不安の味がよく知るゴッドネス暗闇の中で光を見たうだつきのバカ前にあるのフェアルまたやっちまったまた間違ったまたバカやってた調子がエイジI'm okay 今日もテクニージーケツでも吹いてくる目流す調子まだ酒が残る I'm sorry ありがとねって my homies じゃああと行きますまだ信じれてないよあの答えをまだ気づけてないのあの子だってさ常識に正直に切るのは病気になりそうなんだ教えてくれたのはそよ風のよ風うわやうわを飛ばすため届けたハイウェイ車はして理由はないねありがとうございました。
もうこれ、すみません、消し出しなので、皆さん、帰る際は、ぜひ、よろしくお願いします。ということで、ちょっとね、ラストソングをちょっと近づいてきまして、あ、ちょっと、まだいい。まだ大丈夫です。皆さん、なんか聞きたい曲あるかと思いますか、この中で。あ、そちらの、だったら。それでは続きまして、素敵な素敵な女性からのリクエスト、花束の代わりにメロディーをという曲を、はい、出していただきます。皆さん、清水翔太の清水に貴族の木に光る清水高光です、清水で覚えてください。あ、それじゃ覚えてください。できるだけ髪色とか何でもいいんで覚えてください。ちょっとピンクっぽいなと思いました。はい、何でもいいんで、特徴はあんまないかもしれません。はい、それで覚えてください。いい感じに人が集まってきました。嬉しいです。初横浜、皆さん本当にありがとうございます。いい思い出ができますね。Thank you.
めましての方、清水貴光と申します。こちらの看板を見ていただけたらわかります。清水翔太を引き継ぎ、清水貴光を引き継ぎ、少しお話しさせていただきます。少しお話しさせていただきます。よろしくお願いします。沈められたのに
頃の僕といえば愛し方さえも知らず、ただ不器用に君を傷つけて、優しさ忘れて、糸をただ痛くて、もう会えなくて、唇噛みしめて泣いてた。気が痛くて忘れられないまま過ごした時間だけがまた一人にさせる。ありがとうございます。トランコラスでこちら失礼します。ありがとうございました。はい、ちょっとね、素敵にならないですね、ちょっとね。はい、すいません、一曲のドライブダメなんで続けるお願いします、はい。